南側、左岸から見た大足橋大足橋は、埼玉県熊谷市小八輪と河野市大足の間にかかり、荒川と和田吉野川を渡る、埼玉県道66号行田東松山線、及び埼玉県道307号福田河野市線の橋である。下流側に、著名な水管橋である、荒川水管橋がある。県道の熊谷市側から進むと、 まず緩い上り勾配で、和田吉野川を溶かし、ついで、和田吉野川と荒川を隔てる瀬割りテと、河野塩大和市との市境である荒川の河道跡が、残る河川敷をまたぎ、最後に荒川を溶かする橋梁である。荒川を越えた後も広大な河川敷がしばらく続き、600メートルほど進むと、佐岩堤防に至る。川口から68.4キロメートルの地点にかかる、 全長線16.0メートル、総福音10.5メートル、有効福音9.0メートル、最大島町65.6メートルの20、軽官校連続箱下橋である。歩道は、福音2.0メートルで上流側のみに設置されている。車道と歩道の間には幅0.5メートルの縁石が設けられている。橋のアプローチ区、右岸側の橋の取付道路は、 一部引組吉見町の町域にかかる。公共交通機関は設定されていない。2005年度の24時間あたりの交通量は12,800台である。東橋の熊谷市側、堤防を振り切った場所にご車路の信号交差点がある。東橋を含む行田東松山線と大里引広域農道が交差し、そこに埼玉県道307号。 福田港の支線が斜めに接続しており、放射状に多方面へ向かうことができる分岐点となっていることから、平日ラッシュ時などに東橋の交通量が多く、渋滞が発生する。関水橋の旧大橋橋橋橋橋が開通する。以前は、木造の関水橋、さらに以前の昭和初期頃までは、橋はなく、いつから存在していたかは定かではないが、八王子仙人同心道に属する。 大足の渡しと呼ばれる関節の都線で対岸を結んでいた。都線上には1803年頃開設された大足の菓が併設され、大正時代には都線上の川上側に仮橋が仮設されていた。また、大足のの私のすぐ下流側には松山道に属する五反田の渡しと呼ばれる施設の都線が設けられ、こちらも都線上に菓が併設され、当期には 川下川に仮橋が仮設されていた。現在は大足の貸し跡が現橋跡が橋の上流側に痕跡として残る。昭和初期頃仮設された、乾水橋は橋脚、橋桁もに木製で現在の橋の300メートル下流の荒川のみにかけられ和田吉野川を渡るには抜け水橋である吉見橋を渡る必要があった。乾水橋は 北足立と大里を結ぶ重要な交通路となっていたため、洪水で普通となるたびに緊急事態になり、復旧までの間、水量がまだ相当ある中、緊急に仮橋がかけられ、このようなことは、後の永久橋がかけられるまで何度も繰り返された。1949年8月には、危機台風で流出し、1965年5月の台風で損壊し、 3ヶ月後の8月22日台風17号の洪水で相次いで流出した。県は1547万3000円の工事費をかけて1966年3月20日開通予定で復旧工事が進められた。橋は通行止めになりその間、仮橋が架けられた。1966年に架け替えられた旧大橋橋1965年の洪水の後、 太い交換パイル製の橋脚を持つ木製下駄の冠水橋に掛け替えられ、1966年3月に竣工した。冠水橋は上下流側に交換性の謝罪を配した揺れ止めが設けられていた。橋長60.5メートル、福音3.6メートルで、すぐ下流に掛けられていた急ヌ家電橋とよく似た外見を持ち、自動車の通行が可能であった。道幅が狭いことから、 片側交互通行であった。欄干は初めは付けられていなかったが、後に鉄パイプを立ててロープを張った簡易な欄干が取り付けられた。また、後に老朽化により4トンの重量制限を課していた。また、路線バスは橋の通行が不能なため、手前で折り返していた。1979年の永久橋が竣工した際、吉見橋は農道として存続されたが、 関水橋の方は撤去された。関水橋の遺構や痕跡は残されていないが、橋への取り付け道路は、吉見橋とともに、農道として転用されている。関水橋は、洪水等によりたびたび通行止めとなることに加え、橋そのものが老朽化したので1964年に、吹上町が中心となり、地元関係市町村である行田、東松山、河野須、羽生の各市 および大里、吉見、川里の各村の4市1町3河村による大足場主改良促進規制同盟会が結成され、翌年の洪水予に永久強化協の請願が行われたことにより、県が事業主体となり、総工費約24億円を投じて1970年に着工され、河川区域内の用地買収に着手した。 1970年から1971年にかけて設計測量等の予算化が実現し、1972年に橋脚工事に着手した。もともとこの架橋場所は和田吉野川の合流地点ということもあって、荒川の流進方向が一定でないことの河川条件がつき、上部工の経済性も考慮されたためルートの選定や橋脚の位置に苦心を重ねた。 当初は1975年完成の予定だった。しかしオイルショック等の影響により工事は中断し、橋脚は完成したが長期にわたって放置されたままとなっていた。後に公共事業投資増大などによって工事が再開された。志向会社は石川島張真重工業、川田工業、川崎自由工業、東日本鉄工、宮城鉄工所、横川橋梁である。 上部校は、光合成箱下、三景間連続箱下帯及び光合成番ケタを組み合わせている。また、下部校は逆 T 式交換具基礎協大及び逆 T 式交換具基礎橋脚を組み合わせている。取付道路の築堤は、地盤沈下対策が講じられたため工期を要した。また、右岸側の堤防の天場を通る自転車道とは、平面交差させる予定だったが、 平面交差では危険だと問題視され、取り付け道路の築底を潜る形の立体交差に設計変更された。これにより全面開通は遅れ、1980年4月全面開通とされた。大足橋,橋は1979年10月に竣工した。これが現在の大足橋,橋である。竣工当時は埼玉県内で最長の道路橋であった。開通にかかる 所問題、編集大橋橋が竣工し、3.5トン以下の車両限定で10月に仮開通の予定だったが、橋に接続する周辺道路が未整備なため、その開通に地元住民の待ったがかかった。旧道の吹き上げ駅周辺一帯は、福音の狭い通りで、クランク上に市街地を抜けなければならず、未整備のままでは、交通量の増加に伴う交通事故の恐れのほか。 交通渋滞が危惧されたからである。橋の着工から約10年の歳月が流れたことで、町の事情や価値観が大きく変化していた。計画では言動を克服の上で、国鉄高崎線を立体交差する古線道路橋を設けて、北に延伸し、鎌塚で国道17号に接続する予定だった。しかし、地元住民による反対運動のため、古線橋や、 道路の延伸整備が遅れた。吹上町は代替案として吹上団地近くを北に通り、下忍で国道17号に至る道路への迂回路を検討したが、こちらも団地住民を中心に迂回路にあたる沿線住民が反対した。これを受けて1979年11月、町議会は現状のままでは全面的な開通は無理で交通対策が確立するまでは、 大型車の乗り入れは禁止する決議を採択し、町は県や警察に大型車の交通規制を要請した。県も現状では無理と町の要請に同調し、大里引き広域の道工程により、富士電気前までの区間を5トン以上の大型車は、当面通行禁止にする措置を取ることとなった。橋は大型車、大足橋の開通式は行われなかった。 古戦道路橋の建設は1980年に入った頃に住民との協議が再開されたが、その時点においては、大足橋の全面回数はいつになるかはまだ、わからなかった。大足橋より上流方向を望む荒川はこの橋付近を先端とする線上地形である荒川新線上地が形成されている。また、橋より下流側は、縦断勾配1。 1000以下の緩やかな流れとなる。また、橋のある場所は1966年度より国土交通省が流量測定を行う地点の一つに加えられている。河川敷は砂岩に広く取られている。その広い河川敷を活用した農地のほか、運動場や軽飛行機の発着場等のレクリエーション施設がある。毎年秋には砂岩堤防や河川敷でコスモス祭りが行われ、 開花期は、降楽客で賑わう。春期はコスモスが植えられていた場所に、ポピーの花を見ることもできる。佐賀右岸荒川大橋、下橋から、大足橋荒川水管橋ぬか電橋、農耕地連絡橋1号農耕地連絡橋2号から、大足橋吉見橋から寒水橋。ありがとうございます。